綺麗な花だな。伝説の花だ。魅了されるのも無理はない。え、じゃあこれがヨナの集めたかった。その花に触るな。ああ、あの女の人下着しかつけてないよ。たわけが。もっと他に見るべき場所があろう。あの人、魔物。やはりこうなるのか。こやつの攻撃力、侮ってはならぬぞ。魔物が魔物を攻撃してる。邪魔をするな。今は奴を倒す方が先だ。どうやら我らのことは眼中にないようだな。うん。攻撃波に気をつけよ。火を見て近づくしかない。何か吐き出しおったぞ。あれは何だ。この丸いのも魔物。魔物がいるの。今までのやつとは格が違うぞ。気を引き締めよ。死ね死ね死ね。てめえの汚れギタギタに刻んでやる。あの下ミオンは剣撃だけではなく口の悪さも突き抜けておるようだな。とにかく大きい方の魔物を倒そう。Thank you.
ありがとう。邪魔だ。見ろ、文様が消えていく。この人、人間だよね。半分はな。いわゆる魔物付きというやつらしい。そう、悪いことしちゃったな。僕、てっきり魔物だとばかり。ともかく、この人を助けなきゃ。あ、気がついた。貴様ら、さっきはごめんなさい。てっきり魔物だとばかり。半分は本当に魔物だ。さっさと出てけ。我らはお前を解放し謝罪した。名前くらい名乗らぬか。いいよシロ、あんなに激しく戦った後だもの。疲れてるんだきっと。カイネ、私の名前だ。その名、村で聞いたことがある。もういいだろう。私に関わってもろくなことはない。帰れ。貴様らに用はない。これだけは言っておく。奴は私の獲物だ。絶対に手を出すな。やれやれ、巨大魔物に魔物付きか。綺麗だけどなんだか近寄りがたい人だったね。もう少し手がかりが欲しいな。ポポルさんは何か知っているかもしれない。
さっきのでかいのからは、いまだ封印されし言葉の気配がしたな。だけど、今の僕にはとても太刀打ちできない。もっと強くならないと。崖の村にはそんな…そうなんです。今の僕じゃ追い払うのが精一杯でした。武器をもっと強くする方法はないですか？それならロボット山の方で取れる金属で武器を強化できるって聞いたことあるわ。山の入り口にある商店でやってくれるはずよ。わかった、訪ねてみます。強化にはお金が必要だから用意を忘れない。1000ゴールドくらいだと思うけど。1000ゴールドか。お金が必要な時は酒場に行ってみるといいわ。村の人からの依頼なんかが集まってるから。わかりました、ありがとう。ちょうどよかった。北平原で薬草を2個収集してきてもらえる。草むらや木のそば。薬草を2個だね。
薬草を2個、確かに。